this is where I'm going to be living. This is Kathy Roberts, David's wife. She has just arrived in Japan, 6 months after David's arrival. Hi. Thank you. Arigatou gozaimasu. Kathy is on her way to meet David, but it looks like she's got a lot to carry. Isn't there anyone who can help her? Today's lesson is asking for help. お持ちしましょうか? 私がやりましょうか? May I help you? That's okay. My husband's coming here by car. I hope so. And here's David on his way to pick up Kathy. But wait, there seems to be a problem. Oh no, what am I going to do now? Ah, I won't make it on time.I really need help. In Japanese, how would someone offer to help me? Some help he is, leaving Kathy all alone in a foreign country. What is she going to do? But there's nothing to worry about, because Kathy is quite an independent woman. I guess I'll be traveling alone for a while. She'll find her way around somehow or other.That must be the subway sign. Let's see, Yotsuya. Yotsuya. It's time to use this gadget David gave me. Okay. How do you say in Japanese?四ツ谷までいくらですか? 四ツ谷までいくらですか? 四ツ谷までいくらですか? 四ツ谷まで… あ、すみません。四ツ谷までいくらですか? 四ツ谷ですか? 四ツ谷までは… あ、120円ですね。120円。私がやりましょうか?私がやりましょうか。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 ちょっとわかんないね。どちらまでですか。私がやりましょうか。川崎大師まで行きたいんですけど、すいません、いくらかわかんないので。そうすると、あ、370円ですね。すみませんね、はい、お願いします。私がやりましょうか。私がやりましょうか。 This means, would you like me to do it?If you would like to accept the offer, say, お願いします。お願いします。
お願いします。どちらまでですか？私がやりましょうか。あの川崎大師まで行きたいんですけど、すいません、いくらかわかんないので。そうすると、あ、370円ですね。すみませんね、はい、お願いします。よいしょ。はい、じゃあ。どうもすみません。はい、はい、ありがとうございました。ここいいですか？ああ、どうぞ。すいません。山登りですか？そうなんです、富士山に登ろうと思って。私がやりましょうか？いえ、大丈夫です、自分でやります。大丈夫です、自分でやります。大丈夫です、自分でやります。 People may offer you help by asking 私がやりましょうか。 But if you can manage on your own, say 大丈夫です、自分でやります。あ、ここいいですか？ああ、どうぞ。すいません。山登りですか？そうなんです、富士山に登ろうと思って。私がやりましょうか？いえ、大丈夫です、自分でやります。Now you'll see five situations in which help is offered. Are the offers accepted? Yes or no? Let's start with this. ダメだね、取れないね。取ってよ。どうしようか。あ、どうしたのかな。あ、風船引っかかっちゃったんだね。どれどれ、私がやりましょうか。すいません、お願いします。私がやりましょうか。お願い。漢字を訂正するのはどこを住んだったっけ。まだまだ前途多難のようですね。大したことはないよ。それよりこういう時はどうするの。それはこうです。ああ、なるほど。あの、私がやりましょうか。いや、大丈夫大丈夫。山本さん、すみません、ちょっと。どうしたの武田君。お茶っ葉どのぐらい入れればいいんでしょうか。ああ、入れすぎ入れすぎ。見ちゃいられないわ。あ、私がやりましょうか。いえ、自分でやります。すみません、車はどこに。あそこに止めてください。あそこ、はいはい。私がやりましょうか。はい、お願いします。Let's check your answers. じゅんくん、ダメだね、取れないね。取ってよ。どうしようか。あ、
どうしたのかな。あ、風船引っかかっちゃったんだね。あ、どれどれ。私がやりましょうか。すいません、お願いします。よっ、あった。はい、今度は話しちゃダメだよ。ありがとう。どうもありがとうございました。私がやりましょうか。お願い。はい、できました。ありがとう。いいですよね、長くて。まだまだ前途多難のようですね。大したことはないよ。それより、こういう時はどうするの。それは、こうです。ああ、なるほど。あの、私がやりましょうか。いや、大丈夫大丈夫。自分でやるから。何事も練習だから。そうですか。じゃあ、頑張ってください。山本さん、すみません、ちょっと。どうしたの、武田君。お茶っ葉はどのぐらい入れればいいんでしょうか。ああ、入れすぎ入れすぎ。見ちゃいられないわ。あ、私がやりましょうか。いえ、自分でやります。何事も練習ですから。大丈夫。すみません、車はどこに。あそこに止めてください。あそこ。はい、はい。私がやりましょうか。はい、お願いします。何やらきらびやかな箱があるわ。これに文がある。開けてみよう。何何、この箱。読みます、読みます。いかないかな、開くるなと言うても開けとうなるものじゃ。ちょっと開けてみよう。開けます、開けます。おお、いろいろあるわ。これは何じゃ。おお、これは三蔵の鍵じゃ。これは良いものじゃよ。出します、これは。出します。綺麗な帯があるわ。女どもが喜ぶことであろうよ。これは何じゃ。おお、これは賞じゃ。ちょっと打ってみよう。鳴らします、鳴らします。おお、聞きます、聞きます。さてさて、良いねじゃ。これは何だ。おお、これは鏡そうな。見ます、見ます。これは機嫌の良い顔じゃ。よ、まだ何やらある。これは何じゃ知らん。ちょっと開けてみよう。おお、これは表そうなが。よ、驚きます、驚きます。
So that's what's keeping you, David. Ah, もう少し右。右？あ、わからないんですか。私がやりましょうか。あ、はい、お願いします。あ、ありがとうございます。どうも。それじゃあ私はこれで。あ、どうも。Too late to pick up Kathy. Nah, she's not the type to wait for an hour. She's probably home by now already. Be from Kathy. Hello, David. It's me, your boss. I've sent you a little present to celebrate Kathy's arrival. I hope you like it. Present? Hi. こんにちは。ロバスさんのお宅ですね。所長さんからのお届け物です。見事なタイですよね。前田に。どうも。That's a fish called Thai in Japanese. It's often served on festive occasions because in Japanese the word for joyous or lucky is meritai.A part of the word Thai is the same as the name for the fish. When in Rome, do as the Romans do. Say hello to Kathy for me. Goodbye. Thanks, boss. Kathy. David. Oh, God. What is this? It's a Thai, of course. What should we do with it? I don't know. すいません。しっかり忘れちゃって、塩焼きか刺身かどっちがいいか聞いて、私が料理しろって。あ、私が料理しましょうか。フィッシュ、タイ、刺身、私が料理しましょうか。 I think he wants to cook this for us.すいません。はい、何でございましょう。あの鍋見たいんですけど。はい、かしこまりました。関口さん、私が取りましょうか。私が取りましょうか。私が取りましょうか。 This means, would you like me to get it? The original verb is 取ります meaning get or take. 私が取りましょうか。私が取りましょうか。Let's listen again. すいません。はい、何でございましょう。あの鍋見たいんですけど。はい、かしこまりました。関口さん、私が取りましょうか。お願いいたします。はい、どうぞ。すいません、こちらの方になります。あら、まだ降ってるわ。大変ね。少し持ちましょうか。持ちましょうか。持ちましょうか。
This means, would you like me to carry it? In this situation, the subject of the sentence is 私が, meaning the person offering help, but it may be omitted. 持ちましょうか?持ちましょうか? Let's listen again.あら、まだ降ってるわ。ねえ、うん、大変ね。少し持ちましょうか。まあ、いいですか。お願いします。そこでタクシー拾いますから。はい。じゃあ行きましょう。すいません。Now let's hear some conversations of the Nakamura family. Three members of this family will be in the skit.This is Chika. This is her mother, Ryoko. And this is Chika's grandmother, Tomoko. Now the three of them will be offering help in various situations.The first person has offered to wash something. 洗います。洗います。洗いましょうか?洗いましょうか? Now try to find out who it is. さあ、じゃあ片付けましょうかね。はい。ねえ、おばあちゃん。今日は私が洗いましょうか?おやおや、珍しいこともあるもんだね。本当に。Now the next person has offered to open something. Who is this? 開けます。開けます。開けましょうか?開けましょうか?ちょっと。甘みが足りないみたいですね。右に入れましょうか。あら。私が開けましょうか。いや、大丈夫。お願いするわ。This person has offered to light something. Who is she?つけます。つけます。つけましょうか。つけましょうか。さあ、ちかちゃん。はい。私がつけましょうか。お願いします。This person has offered to wipe something. Who is this person? 拭きます。拭きます。拭きましょうか。拭きましょうか。あら。おばあちゃん。私が拭きましょうか。そう。ありがとう。じゃあお願いする。はい。This person has offered to cut something.Who is she? 切ります。切ります。切りましょうか?切りましょうか?ただいま、おばあちゃん。お帰りなさい。暑かったでしょう。スイカ食べましょうか。よく冷えたの買ってきましたから。ほら。あら、おいしそう。大きいのね。よし。誰誰私が切りましょうか大丈夫よ Now let's find out who they were さあじゃあ片付けましょうかねはいねおばあちゃん今日は私が洗いましょうかおやおや珍しいこともあるもんだね本当にじゃあお願いねはい任せてて
It was Chika. ちょっと甘みが足りないみたいですね。右に入れましょうか。あら、私が開けましょうか。いや大丈夫。お願いするわ。This time it was Ryoko. さあ、ちかちゃん。はい。私がつけましょうか。お願いします。さあ、できましたよ。おいしそう。さあ、消して。おめでとう。おめでとう。And this time it was Tomoko. あれ。おばあちゃん。私が拭きましょうか。そう。ありがとう。じゃあお願いするわ。はい。Now this was Ryoko. ただいま、おばあちゃん。お帰りなさい。暑かったでしょ。スイカ食べましょうか。よく冷えたの買ってきましたから。ほら。あら、おいしそう。大きいのね。よし。あ、どれどれ。私が切りましょうか。大丈夫よ。いや、抑えてて。And the last one was Tomoko. So you're going to have a big American fair? Yeah, it's important that we learn about Japanese food like this, but.It's more important that we introduce American food to Japan. Yeah, I wish I could help you in some ways. どうしたんですか? 私が料理しましょうか? He really looked like a robber, didn't he, huh? I mean, what a present. I know. Our boss has got one.Strange sense of humor. By the way, David, do you know what katazuke mashouka means in Japanese? It means, can I clean up for you? Oh. 私が katazuke mashouka? お願いします。Okay.